カエラです。ピンク、ラテ、TB 始まるよ。イエーイ。はい、今回はレイラの毎日メイクを紹介していきたいと思います。レイラはあんまりメイクは得意じゃないんですけど、みんなにうまく紹介ができたらいいなって思います。それではどうぞ。はい、まずは前髪を留めていきたいと思います。はい、前髪を留めました。今スキンケアをしている状態なので、下地を見ていきたいと思います。使うのはモンシロトーンアップクリーム、モイストラベンダーの化粧下地。これは保湿もしてくれるのですごくおすすめです。塗りすぎるとすごい白くなっちゃうので少々つけます。はい、こんな感じ。つけすぎたかもしれない。まあいっか。つけすぎたね。すごいね、わかりやすい、白くなってるのがわかると思うんですけど、あ、つけすぎた。まあいいや。こんな感じかな。はい、下地は完了しました。次にファンデーションは塗らず、コンシーラーをつけていきたいと思います。使うコンシーラーはメイベリンインスタントコンシーラー122番です。このコンシーラーをクマの部分ちょんちょんちょんってつけ、はい、こんな化け物みたいになっちゃった。クマを隠します。こんな感じかな。はい、ここにつけたら、あとここのお鼻のとこと、ちょっとニキビとかが気になるところにつけていきます。こんな感じかな。あとはちょっと気になるところ、トン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 。ファンデーションをすると肌が荒れちゃうので、私はあんまりファンデーションを塗らないです。 OK、 こんな感じでコンシーラーをつけ終わりました。そしたらパウダーを塗っていきます。使うパウダーはクラブすっぴんパウダー A パステルローズの香り。こんな感じのパウダーをさささっとこれを使ってやっていきます。パウダーが終わったら下地は完了。こんな感じ。 OK です。そしたらアイメイクに取り掛かっていきたいと思います。使うアイシャドウは2つあるんですけど、1つ目はキャンメイクシルキースフレアイズ04番です。結構大人っぽい色が揃ってるんですけど、で、これの白いキラキラの色をアイホール全体に塗っていきたいと思います。反対も塗っていきます。はい、そしたらこっちの色を二重幅と目の下の3分の1を塗っていきたいと思います。これは塗りすぎるとちょっと怖くなっちゃうから、本当に二重幅、3分の1だけね、塗っていきます。ここ3分の1塗ると目が大きく見えるのでおすすめでございます。はい、こんな感じ。そしたらこのアイシャドウは終了で、2個目のアイシャドウを使っていきます。これはノム&グリッターシャドウ01番です。結構ラメが大きいのかな、すごいキラキラ、塗るとキラキラします。こんな感じ。これを目の下、塗ってない部分と目ん玉の上にちょんちょんちょんってつけます。すごいキラキラするね。あんまり見えづらいかな。うん、そしたら手で取って、このわかるかな、ここに真ん中にちょんちょんちょんって反対も塗ってきます。アイシャドウ完成です。こんな感じ見えるかな。はい、アイシャドウが終わりました。そしたら眉毛をちょっと描いていきたいと思うんですけど、私あんまり眉毛がちょっと濃いのかな、ちゃんとしてるので足りないところだけ描いていきます。なんか眉毛を描くのが難しいです。ちょっと整えます。こんな感じかな。眉毛が終わりました。そしたらビューラーでまつ毛を上げていきます。ちょっと上げる時も上にこうやってやっていくんじゃなくて、ちょっと横にちょっとこうやってやると、ここのまつげが横にシュッてなって綺麗に見えるので、私はそういうやり方でやってます。
はい、まつげが上がり、上げ終わりました。そしたらアイラインを描いていきます。アイラインはマンデイタトゥーのプロキャストザアイライナー02番のショコラブラウンブラックっていう色です。黒だとちょっと濃くなっちゃうので茶色めのやつを使ってます。アイライナーあんまりうまく描けないのでちょっと怖いです。長すぎて全然できない。待って、もうやだ、できない。アイライナーは難しいですね。できたの？できたのかな。まあいいでしょう、できました。まあ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 、まあ、次にマスカラをつけていくんですけど、ちょっと名前、なんていうんだろう、ちょっとわかりません。こういうマスカラでございます。色はダークブラウンです。アイライナーがちょっと茶色めなので、あのマスカラもダークブラウンで黒じゃない色を使っています。イエイ。反対もやります。いや、ついた。ちょっと待って、ちょっと待ってね。よし、できた。アイメイク完成。そしたらハイライトをつけていきます。ハイライトはセザンヌパールグローハイライト01番、シャンパンベージュです。これをお鼻にシュッシュッとやっていきます。つけすぎるとすごいキラキラになっちゃうから、ちょっとだけね。こんな感じ。え、つけすぎ？はい。ちょっとわかんないんですけど、ハイライト終わりです。次にこちらのキャンメイクのグローフルチーク E14 番、ちょっと大人っぽい色のチークを使っていきます。これ、あの、つけすぎると茶色ってなっちゃうから、ポンポンポンってつけると、ちょっとほんのりつけるぐらいがいいと思います。チーク終わり。ハイライトが失敗したかもしれないし、いいかもしれない。ちょっと正解がわからないですね。はい、じゃあ次に、次？もう最後、リップです。リップで終わり。リップクリームを先に塗ります。 DHC の、これはもうずっと使ってるリップクリームです。どうなっていきます？そしたらリップは2個、2色使いしてるので、1個目はキャンメイクステイオンバームルージュ18番ですね。ん？すいません、逆でした。茶色っぽい感じの色です。これをトントントンってつけていきます。2個目のリップクリームはロム&JR ティント13番、これを内側に塗っていきます。これも結構大人っぽい色なんですよ。ピンクラテでリップ紹介をした時に持ってったかな、多分そうだと思う。どうですか、いいですか？うん、はい、メイク完成しました。イエーイ。こんな感じ。アイメイクはリップもちょっとグラデーションっぽくしてみました。終わり。はい、レイラの毎日メイクどうだったでしょうか。結構プチプラのものをたくさん使ったと思うので、少しでも参考にしてもらえたら嬉しいです。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。